ずっと何者かになりたいと思っていた。特別な何かを持つ何者かに。そういう存在になれたら、退屈な日常は一変して別世界に見えると思うんだ。きっと私たちに与えられた夏休みは、特別を作るためにある。寝ぼけてるの？心だよ、うつぼ心。心、そうだ、心だ。何かあったのかと思っちゃった。フリスペで連絡しても。ごめんごめん。まったく、探す身にもなってよね。ごめんってレナさん。星崎さんがここにやってきてからいろいろ乱されてば。私は楽しいよ、生活が賑やかになっ。聞いた？賑やかになったって。うるさい。はい、さあそろそろ行こう。今日も探索するんでしょ？もちろん。星崎さんにお願いしてたと思うけど、ちゃんと干した干した。ならよし、誰かがサボるとすぐ不便になるよ。わ、でもよかった、これならここは。そうだね、何度寝てもこの景色。ことはやっぱりこれ。補習を受けるために夏休み中の学校へ行き。
そこで知らない女の子に出会って。びっくりした。信じられない。私と一緒に。ちょっとどこに向かって。何。教室を出た時にはもう。あおちゃん？ううん、なんでもない。行こう行こう。人気のない学校。現実ではありえない景色。周囲はどこまでも水が広がってて、この学校から離れることもできない。そんな世界で彼女たちと生活をして早3日。私はまだ帰り道を見つけられずにいる。向こうの世界ってみんなはここを呼ぶ。水で囲まれたこの世界に昨日突然現れた。学校よりもさらにへんてこな場所で、あた、もしかしたらこの向こう側に元いた私の世界があるのかもしれない。さあ、バシバシ調べていこう。待って、今日はなんで。もう時間が遅いもの。誰かさんが寝てたせいで。心れ。ああ、よしよし、怖かったね。でもこいつ。さて、今日は何を持って帰る。昨日見つけた卵、美味しかったのです。今日もお出ましね。なんだなんだ。みんな、キュッ。バンバン行くよ。
私の番。攻め時ね。考えるのは後にして、なかなか見つからない。そもそも卵、鳥の登る、もっやめなって。レナちゃんは下で待ってて。このくらいにして。ま、あんな広いところに一人残せ。それじゃ。文句言わないで。やっ、ちょっと、ちゃいいじゃん、いっぱい取れた。それで向こう、今日はあんまり調べられなかったんだ。いろいろあって。そうそう、いろい、まあ相変わらず不思議。でもラッキーだったよね、向こうの世界が。うん、この世界に現れた新たな手がかりだし。それもそうだけど、食材がもう飽き飽きしてたもん。私はお米が欲しいのです。我慢しなさいよ、飢え死にすること。
あるかもしれないよ。お米カセル、はいはい、それはまた明日。それじゃあ夕飯作るよ。何作ろっかな。また卵焼きが食べたいな。昨日と同じ卵があるんだね。ねえ青、なんか薬味になりそうなものを取ってきて。オッケー、取ってきたよ。おお、ありがとう。せっかくキッチンに集まっ、そうね、暗くなってきた。どれにしようかな。これにしよう。どれにしよう。これを使っ、どれを使う。よーし、それじゃ。ハロー、どうしたの。一つだけ激辛を混ぜておいたんだけど、まさか。何してんの。いやー、でもやっぱりこういうのた、ふぅ、お腹いっぱい。それにしても何な、何何、何の話。向こうの世界のこと、やっぱり不思議な場所だなって。私からすればこの世界全部が不思議。青ちゃんがいたっていう世界、本当にびっくりしたよ。グラウンドも通学路もなくなっててさ、さっきまであったのにって。こっちも突然知らない人が来てびっくりしちゃったな。この世界に私たちしかいないことに違和感も覚えずに。そこに星崎さんが現れて、私たちは私たちのおかしさに気づいたんだよね。ここって何なの、なんで私たちは何も覚えてないのってね。バットは思い出せるものもあるみたい。物の名前や使い方とかけど、誰かとの思い出とかいた場所とかはどんなに思い出そうとしても。そっか、やっぱり不安。え、私たちには記憶がないからさ、帰るべき場所があるのかもわかんない。だからぶっちゃけ帰りたいって思いがないっていうか。まあでも青には記憶があるんでしょ。大丈夫、みんながいるからさ、全然不安にならないっていうか、むしろ楽しいんだよね。まるで映画の中のような世界。あ、ほら、私って普通じゃん。なんだ、それならよかった。とは言ってもいつまでも帰らないってわけにはいかないでしょ。明日はちゃんと向こうの世界を調べなくちゃだね。私たちの記憶の手がかりもあるかもしれないしね。了解、それじゃあそろそろ支度して寝るか。